はい、どうも、奈良県 YouTuber リンボではなく妹の春雨です。本日は姉はお仕事のため不在にしておりますので、私が代わって動画を回していこうと思います。本日は4月9日土曜日、ただいまの時刻は何時ですか？5時。気温は10度。気温は10度。ってことは一色お魚村に来ています。イエイで、ちょっと前に来たばっかしやけどね。また来ました。今日はこの後お魚買った後に、2年ぶりに開催されるっていう岐阜県多治見市陶器市かな、なんか2年ぶりに再開されるらしくて、そこに行こうかなって。でついでに朝ここ寄ったみたいな。それでは買いに行こう。レディゴー。このチリメは何？どれ行こう？大きいの。氷一緒に入れちゃっていい？あ、はい。失礼します。いいよ。あ、いいです。もう逃げた。はい、じゃあ500円ね。ありがとうございます。この大きさ、塩焼きも美味しいでね。あ、はい、ありがとう。はい、どうもありがとうございます。イワシゲット。マジ？マジ？あんな大きいないな。てかこの3個1000円買う？お客さん、まあ、これあのこれ本マグロのこれトロワの1000円は真っ二つで終わりだよ。それからそちら3つ1000円3パック1000円だけにはそのマグロ今日はねこれ自転車で立ってごらん前に。それから、ほら、筋がなくていいなというのは、これ生のマグロ。これは生マグロ。筋はないぞ、これ、筋はない。それから、油もんのアジの刺身も500円、イワシも。今、イワシの刺身なんか、あんた作ってるとか、当店しかないよ。こちら、こちら、このイワシ。この1000円は安いで、これ。あ、フォローだもん。はいよ、皆様、最後だ。はい、8位。はい、お待たせ。はい、ありがとう。はい、どうも。はい、これほじゃ700円。中トロゲット。でもここでほんまマグロ買ったら、鶴橋に沿っちゃうだろ。食べんでも買ってる。あ、大丈夫。ひやだけ食べてって。一つね。500円。500円お返しして、どれを持ってって、はい、あといいか、じゃあ食べてよ。ありがとうございます。だんだん重たくなってきた。だんだん重たくなってきた。もらった。もらった。もらってる。美味しいやろ。300円です。ちょっと氷入れます。
味ゲット。ゲットしました。これめっちゃぶっととんない。これは美味しい。食べたから知ってる。これ美味しそうや。でも買うのなんかしやんとな、うん、考えやんとさ、うん、今日これ食うてあれ明日これ食うてて、うん、かわいいですよ、見せてて、うん、かわいいです。かわいくないな。はい、いらっしゃい。サマーサリが美味しいですよ。ホタテちょうだい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。800円です。はい、すいません。1000円ありがとうございます。もうめっちゃクソ重たい。200円の返しね。YouTuber、 なんて言われる？あ、うちは奈良県の YouTuber。 あらま。でもちょこちょこここ上げてる。あー、そう、うん、ここにもいっぱいね、見えるんだけどね。うん、だいたい 2,3 人で歩いて見えるからね。 ありがとう。行くんだけど、ありがとうございます。またどうぞ。はい。あ、こちら。それはそっちか。へ、こっちです。あ、何かやってるんですか。これの人でしらす干したら、あ、これください。はいはい。なんていうの。奈良県の YouTuber です。年末に乗っとったやつだね、おじゃん。年末だったかな、あの雪が降ったから寒いで。何回か来てあげてます、ここ。見た。マジ悪いぞ。見た見たくて、リンの方じゃん。見た。あの、あ、寒いって言って。クソ寒い。クソって言ったらあかんけど、クソ寒い。あ、言うてた。クソ寒いって言うてた。ただこれのお姉ちゃん、見た。今日は仕事やから。こっち良かったかな。あ、そっちで。わかりました。また見ます。はい、ありがとう。あ、こっちこそありがとう。遠いとこからわざわざ本当。ちょっと待っとってよ。シールもらって。なんかくれんの？全然違うでね。女の人が対応する。すみません。何もできませんけど、また残り物で悪いけど。食べてください。ありがとう。ありがとうございます。あ、おまけしてもらいました。おまけもらいました。ありがとうございます。
当たりゲット。いらっしゃい、いらっしゃい。日本ください。はい、そうですね。ありがとうございました。うなぎいつもここ。白焼き、ほんまに美味しい。一番安いやつでも美味しい。はい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。これ財布の中身とか出す？YouTube 見る？財布。財布。はい。30万ぐらい入ってる。財布の中身。貯金の財布。人が多くて怖かった。人土曜日で人混みがすごかった人前で自分を撮るという行為が自殺行為でした。とても怖かったです。終始涙目でしたネガティブ系 YouTuber 春雨でございます。覚えてんな。そうやな。あれ瓶の話。寒って。はい。今日も終わりました。終わりました。一色坂村。久々に。うお、びっくりした。ゾンビか思った。人やった。もう今日すごいよ。去年の年末に来たぐらいおるかな。うん。ああ、すごい。もうなんかもううじゃうじゃおる。ほんまに今日は自分の弟とかも言いたかってんけど、ともごめんな。ちょっと最近全然一緒に行けてないねんけどや。今日はな、あれやね、帰るのがな、もうほんま夜ぐらいなんねや。だからな、とも連れてくんのもな、思ってな。じゃあね、今日はな、この後な、冬季か。うん。な。そっち行くからさ、なかなかすぐ帰られへんねん。だから今日ちょっと誘わんかってん。でもほんまもうしょっちゅう来てんな、これ。2週間2回ぐらい来てんじゃん。ちゅうかもう多分今年中に言われるかもわからんな、これ。三河の方ですかって。なんかだんだん地理も分かってきたしな。最初来る時全然分からへんかったけどさ。すごいな。もうしょっちゅう来てるな。やっぱ来た、もうほとんど、もう全部じゃないけどさ、もうほとんどが刺身で食べれる魚をな、調理したらな、それは美味しいやん。だから奈良県でもな、そのお刺身って書いて、お刺身で OK って書いてる魚もあんねや。でもな、全然違うねん。なんで違うのって分からへんねん。でも、あるやん、奈良県でもさ、うん、お刺身で OK って書いて食べるやん、うん、でいつも言うやん、鶴橋で買った方がうまいな。なんやろうなと思ってて、鶴橋もよう行ってたけど、でもやっぱりこの一式ここ来てたら、もうそのなあ、愛知県の人ら鶴橋言うてもあんまり分からへんかも分からんけどなあ、キムチとか焼肉とかなあ、ああいうのコリアタウンっていうのかな、鶴橋駅って大阪の、あんねんけど、あそこにもこういう海鮮市場あんねんけど、まあその関西やったらそこも結構有名やねんけど、ようみんな買いに行くねんけどな、やっぱちょっと違うな、あそことは。こっちの方が美味しいしさ、うん、新しいし安い値段、同じ値段でもな、入ってる量がな違うわ。めっちゃ安いし美味しいしな。で大地もこっち来るのなんか好きになったしな。もうしょっちゅうやもん。もうそのうち愛知県民ですかって言われそうやん。行ってまいりまーす。バイバイ。美味しそうやったな。早く帰って食べたいな。うん。
シラスが食べたい。シラス食べたい。シラス食べたい。あ、食べたいな、早く。もうおまけしてもらったな。うん。ようおまけしてくれんねん。ありがとうございます。今日も、今日、何、岐阜県の方、食器見に行くからさ、あんまり買わんとこ思ったけど、やっぱり1万円は買ってもらうな。押さえてやん、タチウオ。この前、でっかいタチウオ買って、ここで。お刺身でも食べて、めちゃくちゃ美味しかったやん。超巨大。1800円で。もう見たこともない、あんな巨大なタチウオ。美味しかった。さっきも売ってたやん。うん、いや、どうしようかなと思ってやったら、もう買いの夜やしなと思って、いっぱい買ったしや、うん。もう、極力は買うのを控えて1万円。これ、多分今年のもう10月11月とかになってきたら俺の仕事がめちゃくちゃ忙しくなってほんまにこんなにちょこちょこ来られへんから、うん、もう一回来たら多分どえらい額買うと思うね。ほう、うん、これ俺もうちの大安さんからさ発泡スチロールでっかいのもらったやん、うん、ほんでもともと持ってるまあまあのやつあるやん、うん、もう2つとも全開やわ。それでもなんぼ買うねんと思う。うん、寝てる。え、マホもう俺のことはうるさいから寝てる。もうやめるか。じゃあもうやめよう。な、今からランプ行ってくる。ランプモーニング、やったー、はい、ご飯だー。モーニングええねんな、朝6時から空いてるしや。おいしい。今6時、今6時7分、うん、はい、今日は一緒に君は、主役のリンはいてないけど他3人で、家族3人で来ました。じゃあパパスでした。ランプに行ってまいります。バイバイ。